第三分隊は怪我人を連れて後方に下がれ。第五分隊は第三分隊の援護だ。敵を近づけるな。おい、第七章死闘の海岸線。緊急報告。二次の砲撃、銀閣と銀閣の攻撃により第六分隊が全滅の危機です。金閣と銀閣、あの滞在人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第六分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第一分隊が相手をする。は、行くぞ。金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。はい。ダルイ隊長、そいつは暁のカクズです。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。その通りでは戦闘経験と思われる。お前は今日ここで命を落とす。傷をつけようが俺は倒れん。よっとよっ。ああ、しゃべるか言うんだ。強さは認めてやる。だがここまでだ。くそ、こっちは急いでるってのに。はっ、よっと。しかし随分と妙な風貌をしてやるな。間合いが広い。一気に距離を詰めて隠しないか。レイザーハーカス。はっ、よし、よっ、よっ、よっ。あんたはここで終わりだ。だが思ったより時間を食った。次はあいつらを止めないと。ダルイ隊長、本部から連絡です。
琥珀の城兵が送られるようです。琥珀の城兵、そうか、助かった。これであいつらを封じることができる。いや、報告、金銀兄弟の攻撃により負傷者多数。このまま第6分隊に合流成功です。このまま撤退させます。よし、クソ、あとは金閣銀閣の相手だ。やっ、なんだお前。大先輩に、これからお二人。大先輩への、やるぞ。おうよ、金閣。おいおい、どうすれば。これほど弱い雲隠れに未来はない。ここまで抵抗するとはな。レイザーパーカス、レイザーパーカス。ふざけるな、俺たちはキートだよな。時代は進んでる。金と銀が光っていたのも、もう前の時代なんすよ。やるぞ、俺を金閣。よし、あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しま、持っているものの呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちが、こんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ。金と銀のメッキ、剥がすことになっちまって、すみませんね。よし。金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。うわどうした。海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か。現地からも連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし、
わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする？すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだな。ええ、この機を逃す手はありませんからね。ビクトリア、もう少しでここの海岸線を抑えることができる。頼みます、ロン。どんな人はおらん。もう少しでここ頼むぞ。コンバテトロマティコ。銀閣を抑えるまではうまくいったが、まだまだ敵の数が多い。白いやつはまだいい。江戸転生された忍びが厄介だ。やつらをどうにかしないと。正気は。すまん、待たせた。キツさん、ここの戦いが最も激しいと連絡を受けた。第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ。他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ。正直助かります。どうした？動きが遅いぞ長次。なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ。覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。分かってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ。容赦はいらん。でも無理だよ。僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ長次。ダメだ、長次のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、体が勝手に来るぞ。戦闘開始。やっぱり戻ってくる。ああ、全力であんたを止める。よっ、何もやって。おらおらおら、それやばい。やめろ。よっ、暗い。おお、ダメだ、僕にはできっこないよ。アスマ先生を相手に戦うことなんてできない。もう守られるガキじゃねえはずだろ。今は守る側だ。アスマに己の子を殺させる気か。優しさを吐き違えるな。私たちはアスマ先生と一緒に実感として多くの任務をこなしてきた。だからあんたの気持ちも分かる。私だってこんな戦いは嫌よ。ダメだ、僕にはできっこないよ。でもアスマの手を知り尽くした私たちだからこそ、忍び連合のリスクを最小限にして止められる。すぐしかも、あんたのおかげだ。よっ、うはっ、うわっ、これで王手だ。うぅ、次だ。うっ、すぐさらを戻す。すっ、どうだ。Maldito Fanega, no me has ayudado. ¡Suscríbete!
アスマ。僕にはできっこないよ。影寄せの術。いえ、玉は俺が守ってる。だから安心してくれ。そこがてめえの墓穴だ。勝負あり。ダメだ、この程度じゃまだ。やるな、と言いたいとこだが。くそ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。ジョージ、僕はお前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を履き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。ジョージ、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持て。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。ジョージ。さあジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我、ここに誓う。秋道十六代目当主として十五代目より託されし誓いを十七代目へと成りゆくわらべへと託す。我、秋道長次は山中なら両一族を守り、木の葉を守るため、いざさなぎから長へと戦い。長次。そうだ、長次。その顔だ。サナギの殻が思ったより硬かったか。さて、こっからは飛べるな。もちろん。やるぞ、いいな。来い。Tu capo era más fuerte.Venga, Chosima el pozón. Es tu momento de gloria. ¡Sento Kaishi! ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, venga! ¡Ya te la!強く。
わかってる。真剣分身の術だ。影縫いの術。あ、はい。これではかわしようがない。ナイスだ。その顔だ。それさえありゃ、お前は誰よりも強い忍びだ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。別れたな、アスマ。シカマル、イノ、そしてジョージ、お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ。アスマ先生。よく頑張ったな。行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だからシカマル、イロ、協力頼むよ。ああ、ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。報告。海岸線の戦いにおいて忍び連合軍が奮闘。各部隊の協力もあり、敵数が大幅に減少しています。よし。どうなることかと思ったが、海岸線もこのまま忍び連合がもらったな。これで1日目は終わりだ。すぐに2日目の作戦を考えねばな。第4を除く全ての部隊が勝利を収めたとはいえ、敵はどんな切り札を持っているかわからない。二日目も今日同様、慎重に。なんだと。ん、どうした、井之一。緊急連絡だ。海岸線に念をした忍びが出現。それにより戦場が大きく動揺している模様。
面をした忍びだと。まさか内葉マダラか。その可能性が高いでしょう。頭自ら動いてきたか。戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか。警戒が最も緩む瞬間を狙って。内葉マダラ、なぜ今になって現れた。気をつけろみんな。貴様らに用はない。用があるのはこれだけだ。ただで渡す気はなしか。いいだろう。ならこれをくれてやる。口寄せの術。なんだあれは。でかすぎる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。行け下道魔族。クソ、めちゃくちゃやりやがる。僕がやる。僕が止めてみせる。ジョージ、超バイカナジャン。戦闘開始。これ以上はやらせない。
こう。調査のおっちゃんが援軍に来る。それまで持ちこたえるんだ。わかった。あれ、ああ遅くなった。父ちゃん。長次、わしらで決めるぞ。楽しみにしているぞ、長次。よくやったぞ、長次。
巨人！大丈夫か？うん、僕は。この雨で、ディロ。でも。やられたな。まさかあんな化け物を出してくるとは。時期夜だ。一時収束して夜襲に備えての戦局は一気に不利になった。本部と分かってるっす。